バカだ。うわー重い。はい、こんにちは、まえチャンネルまえはらです。今日はこちらですね、仮面ライダーガイブのスクラッチ装填デラックス機能大大 DJ10 です。ということでですね、こちらはこの前に紹介しましたこちらの無双セイバー、そう、これと一緒にですね、中古屋さんで購入したものです。いくらだったかな、1900円。安いね。じゃあ早速開けていきましょう、はい、ということで外箱はまあまあかな、外箱と今のフィルムがくっついちゃってて、ちょっとここがベロッと剥がれてしまいました。あら、ちょっと残念だった。じゃあ開けようか、はい、ということでこちらが火縄大大 DJ2 ですね、かっこいいね、すごいね。で見た感じ傷はないですね。そうだね、ちょっとねこの辺にホコリ汚れとかがあるぐらいで、まあでもそんなに悪くないね、なぜ今この火縄大大 DJ2 を紹介してるかっていうと、仮面ライダーガイムに今ちょっとハマってるからです、はい、Google ビデオとか Hulu とかで今配信が開始されたもんで、見ちゃってるから欲しくなっちゃったって感じかな、じゃあ電源入れてください。はい、今ここ光ってた。光ってた、うん、おやっぱり。じゃあここトリガーあるみたいなんで引いてください。はい、はい、じゃあここからですねスクラッチのアクションやっていきましょう、はい、まずはここターンテーブル回してもらえる。はい、はい、でこれね今このつまみが普通になってんだね。おでこれが遅いと速いがあるんで遅いにしてみるね。はい、で今度早くしてみるよ。面白い、でもう一回スクラッチして、でトリガーを引く。はい、今の攻撃はマシンガン。そう、速いのでやるとマシンガンみたい、じゃあ今度普通にしてみよう。はい、はい、もう一回スクラッチでトリガー。今のが火縄銃攻撃。火縄銃ね、なるほど。じゃあ次は遅いでやってみよう、今のが大砲攻撃。大砲ね、なるほどね、面白い、すごいね。はい、じゃあ次は勝ち時ロックシードをここにセットしてみましょう。はい、必殺技だねこれで、はい、じゃあトリガーを引いて、おーおーって言った。すごい、おーすごい、ゴージャスだな。はい、続いてはどうしてもやりたかった、はい、その合体の体験モードだね、はい、これにしたいと思います。はい、まず合体ジョイントをこうやって押し、このボタンを押して出す。はい、でこの向きで、びっくりした、今さこっからもっこり出てきたからさ、すっごいかっちょいい、でっかい、おお重い、重い、うん、ライダー系の今までの武器の中で一番でかいんじゃないの。そうだよね、すごい、すごい、これは本物の武器として使えるぐらいの迫力があるんだけど、すごい、ね、この体験モードや、ここがトリガーに。あ、そうなのね。じゃあ押してみて。はい、ああ、あー確かに重い音がする、おー、いい感じ、怖いもん。すごいすごいすごい。怖い怖い怖い。はい、じゃあこの体験モードに勝ち時ロックシードセットしてみましょう。はい、you
はい、じゃあトリガー引いて、うん、すごいかっこいい上に、うん、いいじゃん、すごい、ちょっとちょっとこういう武器また作ってほしい、そうだよ、うん、すごいこれ全然すげえじゃん、うん、ビルドこういう風になんないかな確かにそうなってほしい、ね、勝ち時6シードじゃなくてメロンエナジーちょっとセットしてみましょう、はい、はい、なるほど、うん、フルーツバスケットって言うんだね、そうだね、フルーツバスケットって言ったらこっちだけどね、うん、確かにねえ、うん、こっちのイメージがあるんだけど、確かに、じゃあパパはソニックアロー、違うじゃん、僕は で対決だ、はい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 こりゃ、やだ、よしならば必殺技を食らわせてやる、でかい剣になった、体験モード、うん、おりゃあバカな、うわぁ、うわぁ、やばい、重い、おりゃあ、いけー、もう一度、はい、ということで今回は仮面ライダーガールのスクラッチ装填デラックス機能大大 DJ 中でした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、グッドライクお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、そしてチャンネル登録もよろしくね、よろしくね、ということで今回は以上でございます、バイバーイ。